本日は私たちが気になるニュースをピックアップしてみました。ぜひご覧ください。皆さんこんにちは、桜井太斗です。ゆうこです。当チャンネルは長野県の観光、地方移住、軽井沢の生活についてお送りしています。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日は新しいコーナーで軽井沢ニュースというものなんですけれども、はい、月刊軽井沢ニュースですね。月刊か、まあ週刊はちょっと厳しいから、週刊だったらちょっと厳しいと思う、はい、私たちが個人的に気になるっていうニュースをピックアップしてみました。はい、で結構ねこの多分動画見ていただいてる中には軽井沢以外に住んでる方もいらっしゃると思うので、うん、地元でこんなニュースがありましたっていうのを皆さんに知ってもらう機会になればいいかなというふうに思っています。あと気になるお店とかもね、最後にちょっと話せればと思います。はい、それではまず一つ目がですね、青木がオープンということです。青木っていうのは何の青木ですか青木って言われても夜中に青木って、まあスーツの青木はね、あの柵にありますけれども、ね、ありますけれどもね、はい、軽井沢さ、余談だけどスーツ着てる人ってほとんどいないじゃないですか。不動産屋さんと結婚式屋さんとか、うん、ウェディングプランなんかとかぐらいじゃないかな。あまり確かにいないです。いらっしゃらないですね。なんだか、あとあの SP の人とかって感じだよね。あーそっか。あでもその皇族の、私がほら以前あの美容室で一緒だった方は、あの SP の方はポロシャツだった。なんか一瞬旦那さんなのかなっていうか、息子さんなのか旦那さんなのかなっていう感じで、スーツではなかったってことか。スーツではなかった。上皇陛下がお越しになった際にはいっぱいいますよね、あのスーツの方がね、 SP の方が。あのよく新幹線とか行って、あのあほら上皇ご夫妻がいらっしゃると、あの中にすごい方の SP がいるじゃないですか。ちょっとスーツ着てる人は脇があるということで、はい、特殊な、はい、元の話も何の青木ですか。貞治青木さんですね今回、はい。コンフィチュールって要はあのジャムを作る工房軽井沢に開かれたということ で、うん、でこのコンフィチュールなんですけれども、国内の直営5店舗にすでに並べられているということですね。でも軽井沢ではさほとんど流通してないじゃないですか。まあでもこの貞治青木さんっていうのはすごい有名な方なんで、パリで活躍するパティシエの本当に先駆けっていう方だと思います。あとですね、まあ、貞治青木さんによると、昨今の環境の変化により出荷できなくなってしまったフルーツがあり、困っている農家さんがいると、うん、でこの農家さんを応援するためにできることはないかということで始めたということでした。まあ、今本当にいろんな天気のこう変動が激しすぎて、うん、果物の農家さんってかなりダメージを全体的に受けてるんじゃないかなっていう印象です。信州一つ取ってみても。なるほど。続いてのニュースはですね、ホテルのオープンの話です。ホテルインディゴ軽井沢、これはインターコンチネンタルホテルグループですが、ということで2022年春に開業ということが発表されました。でインターコンチネンタルホテルグループのこのインディゴっていうブランドなんだけれども、日本では箱根強羅、それから、犬山裏久園というところが、犬山裏久園はまだ多くしたいのかな、名鉄ホテルから変わるということなんだけれども、続く国内3軒目ということですね。インディゴ、ハコラ、オーネの内装とかも見たけれども、かなりラグジュアリーな感じで。あ、そうなんですね。結構これもまたね、話題のホテルになるんじゃないかなということですが。じゃあ、今軽井沢町内には大きなホテルグループでいうと、マリオット、それからヒルトン、で、このインターコンチネンタルが加わっている形ですね。まあ、外資ではそういうことですね。軽井沢のホテルで難しいなと思うのが温泉問題なんですよ。うん、で日本人ってあの宿を取るときに大体温泉があるかないかっていうのがすごい意思決定の際の重要な要素と言われていて、星野はあるので、うん、あと、プリンスも一部あると、あとマリオットも一応温泉引いてるのかな、はい、でルグランもあると。で、軽井沢はあのなんか自然保護のために一つの源泉から3キロ以内だと温泉が掘れないんですよ、うん、という意味であの多分ここはね、あのプリンスから3キロ離れてないと思うんだよね。場所的にはプリンス通りの、18号バイパスとの交差点のあたりなんだけれども、なのでおそらく温泉できないんじゃないかなと思って、うん、そこはねちょっとどう出るかなっていう感じですかね。なるほど。そういえばこの前あのプリンスに行った時にちょっと聞いたんですけど、プリンスに日帰りの人も外来の人も入れる大きなお風呂の塔が今工事中みたいで、プリンスに泊まると全部 その宿泊客の人温泉に行けなくて、一部の宿泊棟の人が、温泉に行けるって感じ で、この私行ったことあるんですけれども、あんまり大きくないんですよね。割とも宿泊人数に対して小さすぎじゃないこれっていうぐらい結構小さいので、それを補うためにあの大きな大浴場みたいなのができるみたいなの で我々も利用できる可能性があるので楽しみだなと思いました。はい、続いてのニュースがですね、
クリスマスの話題になります。軽井沢高原協会星降る森のクリスマスというのがありますが、今年はコロナウイルスの影響で予約制になったということです。これ毎年結構人気ですよね。クリスマスシーズンのイベントっていろいろありますけれども、すごくね幻想的で素敵なんですけれども、行きたい方はぜひ事前予約をしてください。他にもクリスマスの話題といえば、軽井沢は宣教師が開拓した別荘地ということもあって、意外とクリスマス文化が多い。素敵ですよね、住んでても。例えばクリスマスのリース作りとか、ワークショップがね、いろんなところで行われていて、それも結構住んでいる身としては楽しみなんですよ。はい、うちもね、実はクリスマスツリーは敷地内から調達したりとか、はい、っていうことをしたりするので、植生的にももみの木が育ちやすいというのがあったり、本当にね素敵なクリスマスが過ごせる場所だなと軽井沢思います。はい、なんでクリスマスの時期ね、軽井沢の観光はオフシーズンと言われてますけれども、今年は GoTo だから結構人いるんじゃないかなと思いますね。その軽井沢の冬の魅力もね、皆さんに味わっていただければと思います。続いてのニュースですが、イートンハウス、これは何でしょうか。これ長軽井沢にあるんですけれども、これ自体はシンガポール初のインターナショナルスクールでプレーなんですよ。で、幼児教育で東京の赤坂に今あって、そちらは6歳まで、15ヶ月から6歳ぐらいまでの幼児教育の中心の学校なんですけれども、アフタースクールということで小学生が通える学校になっています。放課後にそこで英語の教育を受けられるというような施設です。ちなみにね、大人の教室もあって、料理教室とかいろんなそのプロジェクト単位で英語を学べる教室が展開されるようですよ。英語でやるんだ、その料理教室かも。はい、インターナショナルスクールなので、英語教育が主にということですね。私だからこれを聞いた時に、風越学園って今ね人気の学校があるんですけれども、はい、その子たちは英語っていうところはね、その風越学園で補えないので、それのアフタースクールでイートンスクールに通わされるお子さん、親御さんも結構出てくるんじゃないかなというふうに考えてます。これも一つ注目の教育施設ではないでしょうか。はい、続いてはですね、軽井沢町調整のニュースです。長野正弘さんが軽井沢町防災減災大使に就任しましたということです。これね、一応ね、軽井沢のホームページに行きますと、長野チャンネルのリンクと実際の動画が貼ってますね。これね、なんか強そうな方、格闘家なんでしたっけ。プロレスラー。あ、プロレスラーなんだ。なんで結構多分この世代では人気の著名なレスラーだと思います。防災大臣。防災担当。ごめんなさい。はい、で、長野さんはですね、ガッテンっていうなんか決め台詞があって。おお、そうなんだ。このね、ガッテンもね、PR の動画でも公開してるので、ぜひそちらも見応えがありますよね。見応えっていうか迫力がありますよね。でも なんで、でもそもそも軽井沢町が長野さんなんだろうなっていうのはあるんだけれども、我々思うのはですね、軽井沢町の人口構成を考えると、おそらくここの世代が一番多い、50代から60代が長野さん人気なんだ。だいたいそういうほらプロレスラー、だいたい同世代の人が人気じゃないですか。多分プロレスのファンもちょっと今の若い人はあんまり見なくて、上の人だとは思うんだけど、新日本プロレスとか多分全盛期考えると、で多分軽井沢町の人口構成考えるとドンピシャの世代なのかなるほどというふうに思います。なので選ばれたということかもしれないですね。はい、でも隣の三代田町なんかはさ、アイドルの三代田町出身のアイドルの子なんか、ふるさとなんとか大使、はい、ちょっと後でふるさと納税関係のプロモーションですかね。かな、ちょっと後で概要欄に載せておきますけれども、はい、そのね、世代格差っていうのがすごい。確かに10代の子だよね、まだアイドルの子でしたよね。そう、三代田出身なのでっていうところがあると思うけど、三代田町は随分若がりよかった。隣り合ってるのにプロモーションの顔となる方が年代が全然違うっていうのが面白いの、はい、というのを面白いところだというふうに思います。はい、ここまでが軽井沢ニュースでございました。で、個人的なニュースとしてはですね、私コロナウイルスが流行してからずっとセルフカットしてるんですよ、髪の毛。でね、多分この動画を見ている人気づくかもしれないけど、ちょっとここをですね、すきばさみでやるところを一気に普通のハサミでやっちゃってここがトップだけすごいね、短いっていう。コメントでご指摘いただいてましたよね。そう、ここはちょっと、ね、短くなってるので、1ヶ月くらい、もしよかったら、このね、うまく隠せてるか隠せてないかっていうの、この動画もちょっとチェックしてみてください。私は個人的には、行きたいなっていうお店の話なんですけれども、配食材質っていうネットで輸入物の
イタリアとかフランスとかの食材を扱っている、そちらが展開しているトリュフベーカリーっていうお店が軽井沢にもできて、そちらにまだちょっと行けてないので、だいぶ今年春ぐらいにオープンしたんだよね。そうね、全然結構みんな美味しいよって言ってるので、うん、行きたいなっていうところと、あとタルトケイさんに行きたいです。星野屋軽井沢にゆかわたんっていうレストランがあるんですけれども、そちらであの料理長をされていた浜田さんという方が展開されているタルトのお店ですね、うん、こちらを食べてみたいな。何種類か置いてあるみたいなんですけれども、一つが賞味期限が1時間っていうチョコタルトがあって、それをぜひね食べてみたいなと思っていて、なかなかね行けずにいるので、ぜひ行きたいですね近いうちに。廃食材室に関しては我々もね、あの生ハムを購入したんですよ。失業したと同時に生ハムと同棲するって宣言されてましたよね。そうで、まあちょっとこの辺りにツイートがあると思うんだけれども、生ハムと同棲して、あのこの生ハムはですね、私の失業も見たし、あの YouTube 始めるところも見てくれたし、復職したのも見たし、はい、あのまだちょっと残ってるんですけど頑張って食べたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価お願いいたします。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。